おはようございます。総長からありがとうございます。ただいまから社民党の記者会見から始めさせていただきたいと思います。昨日の総選挙の結果を受けた記者会見ということでございます。今日はこの場に服部雄一幹事長もですね、参加の予定なんですが、今朝那覇からこちらに向かっておるんですが、飛行機を遅れているということで少々遅れての参加になると思いますが、ご了承いただきたいと思います。それでは福島党首の方からお願いいたします。はい、どうも皆さんおはようございます。総選挙を受けての党首としての記者会見、社民党としての記者会見を行います。今回の衆議院選挙、社民党にとって極めて厳しいものとなりました。沖縄2区で何としても新垣邦男さん当選させるということのに対して全力を挙げてやっていきました。それから九州ブロック比例1はもちろんのこと、他のブロックでも何としても社民党の1議席を確保し、社民党議席を増やそうということで全国で頑張ってきました。しかし沖縄2区で早々と8時過ぎに新垣邦男さん当確を決めましたけれども、他のブロック比例で何としても九州はじめブロック比例で議席を獲得することができませんでした。厳しい結果になりました。本当に残念ですし、とても悔しいです。社民党の立て直しと同時に今後どのようにしていくのか十分議論をして、しかし選挙中にもらった負託、それに関してしっかり答えていきたいと考えています。でまず冒頭、社民党に対して一票を投じてくださった皆さん、さまざまな現場で応援しているよ、頑張って、社民党しかないんだからと励ましてくださった皆さん、心から御礼を申し上げます。また比例候補者で、失礼しました。また社民党の公認候補として全力で戦ってくれた候補者の皆さんに心から感謝の気持ちを表現したいと思います。社民党は今回小選挙区で10名、ブロック比例で7名の公認候補を立てて戦いました。で、全ての皆さんのというかですね、小選挙区は全員のところに応援に来ましたし、それぞれのブロックで本当に頑張っていただいたと思っています。これは選挙の最終盤27日の夜にインターネット番組をやりましたけれども、それぞれ本当に動画や演説を見ていただくと素晴らしい人たちで、本当にこの人たちを一人でも多く当選させたかったというのが社民党党首として私が思っていることです。果敢に戦ってくれた候補者の皆さん、そして一票一票を投じて支えてくださった皆さん、本当にありがとうございます。そしてこの候補者を支え活動した社民党の党員の皆さん、それから新社会の皆さん、他の無所属やさまざまな議員の皆さん、またその支援をしてくださるボランティアをやったり社民党支援をしてくださった皆さんに心から御礼を申し上げます。どうもありがとうございました。結果が出せなかったことをしっかり受け止めてですね、これからさらに頑張っていきたいと思っております。新垣邦男さん当選、何としても史上課題最重点候補だったので、私自身も15日初日に沖縄に入り、最終盤から1日前のまさに沖縄の100日戦争の金曜日に沖縄に入りました。これはもちろん社民党の力もあるわけですが、ご本人新垣邦男さんの頑張りと沖縄の人たちの頑張りの本当に賜物だと思います。社民党の議席ですが、沖縄の皆さんたちの平和の議席、基地反対を思う気持ちであり、この新垣さんの議席を大事にですね、憲法改悪阻止の議席、戦争反対の議席でもあります。みんなの議席ですから、これを大事にしながら新垣さんと共に、また他の人たちとも共に頑張っていきたいと考えています。で次に、今回自公が過半数割れをしました。そのことには社民党大変歓迎をいたします。
これは政治を変えてくれという国民の声の本当に表れです。今回の衆議院選挙で全国どこに行ってもものすごく切実な、福島さん政治を変えてください、生活が成り立ちません、政治と金のこの問題おかしいですよ、本当に国民の政治を変えてくれという声が自公過半数割れになったと思っています。ですからそのことについては社民党も歓迎をいたします、嬉しく思います。ただこれをよくよく見ると、もしかしたらその自民党を支持していた保守層が立憲に投票する、あるいは今回、右派政党と言ってもいいと思うんですが、新たな政党ができたり増えているというところがあり、社民党がずっと訴えてきた憲法改悪阻止、戦争反対、それから軍需産業の支援や原発推進をやめるべきだということに関して、むしろ促進する勢力が増えたという見方もできるかもしれません。国会がむしろ右寄りになったというふうに言える事態も出てきているというふうに思っています。国会で原発推進、軍拡を支持する勢力がむしろ増えてしまったのかもしれません。ですから今回の選挙結果、地方の過半数割れは大歓迎です。しかしこのあと悪法が通ったり、憲法改悪、戦争への道、軍拡、原発推進が突き進まないように、社民党は本当に頑張っていきます。それが社民党に一票を投じてくださった皆さんたちの本当に思いだというふうに思います。で、立憲民主党の考え方を比較的同じにしている人たちはもちろんのこと、国会の中でこの社民党と考えを同じくする人たち、手をつないで頑張ります。そしてそれと同時に、国会の中だけの戦いではもう済まないので、市民や地域に広げて、どのように国民の人たち、市民と一緒に運動をやっていけるのか、社民党立て直しを含め、また全国駆け回り、集会やったり街頭演説やったり、運動を広げていきたいと、それを国会の中に還流させて、国会の中をまさに政治を変えていくということにつなげていきたい。よもや自民党が推進してきたマイナンバー保険証の強制や軍拡、憲法改悪、軍事産業の支援、原発推進などが進まないように、市民の皆さんと本当に力を合わせていくことに社民党は邁進をしてまいります。で、今回、それとも重なるんですが、社民党公約6つのプランを出しました。どれもとても大事で、それぞれの実現に向けて社民党は全力を挙げます。それから比較的さまざまな人から、社民党は少数政党なので、むしろ社民党らしい戦いやあり方をやってくれという言葉もいただきました。例えば再審法の実現、あるいは人質司法の解決だったり、人権問題、包括的差別禁止法や人権救済機関を作る選択議定書の批准など、社民党、少数政党だからこそそういう法律を作る、そしてそれを広げていくということをぜひやってくれと、社民党らしい戦い、社民党の価値を表現することをやってくれということをとても言われました。日米地位協定の改定など社民党しっかり取り組み、他党にも働きかけて地位協定の改定、 PFOS 問題の解決など、一つ一つ問題の解決の実現を地道にやっていくことをお約束をしたいと思っています。国会に議席があるという政党要件がある政党として、一つ一つ社民党ができること、期待されていること、他の政党があんまりやらないことを社民党は果敢にやっていきます。脱原発への試みなどもしっかりやっていきます。で、最後に、社民党の今後ですね、自公が過半数割れをし、かといって野党が政権を取れるのかどうかということについても、どんなふうな形になるのか全く予断を許さないという事態になりました。
社民党はこういう中でしっかりいろんな政党とも連絡を取りながらしっかり役割を果たしていきたいと、社民党らしい役割を果たしていきたいと考えています。そして最後に社民党の立て直しです。今回それぞれのブロックでの支持率が出ています。九州は 3.3%、 これもう少し伸ばしてブロック1取りたかったと。ただ若干距離があるので、これは今後の課題として生かしていきます。で、2番目に支持率が高かったのが東北の 2.2%、 それから3番目が北信越の 1.9%、 4番目が中国と中国地方の 1.8%、 中国ブロック。次5番目が四国と南関東の 1.6% です。関東などブロック比例の人数が多いところでもっと票を増やしてですね、ここでも増やしていくことを考えたかったと、それを望んだわけですが、そのために取り組んできたわけですが、今後はその衆議院選挙において、いろんな工夫をしなければならない。一つはやはりもっと小選挙区で立てていくということをしないと、やっぱり社民党が見えない。とりわけ関東を中心に選挆区が多いところでもっとやっぱり立てていかなければならないということを思っています。で、2つ目は比較的社民党の組織が弱いとされているところでも支持率が結構高く出ていると。で、北海道なども1.3 でちょっと低いですが、しかし中国や四国地方 1.6、 中国は 1.8% 出ています。ですからもう一度、いや弱いって言ったらあれですが、もう一度全国的なブロックの立て直し、来年は参議院議員選挙で全国比例、それから各県の選挙区となりますから、今回の支持率を見ながらですね、全てのブロックで支持率が上がっていくように、2022年の参議院の2.3% 支持率を取った選挙が直前は 1.6 とか 1.8 だったのを、一挙に 2.3、4 まで上げていくという努力をしたわけです。ですから今回、組織があんまり強くないと思われているところでもやっぱり人が一票を投じてくれている、この数字を見てですね、低いと見るかもしれませんが、それでもやっぱり 2% 近くこうみんなが投票して社民党しかないんだって言ってくれている思いをですね、しっかり受け止めて、全国それぞれで社民党の立て直し、それは組織を強化すること、街頭演説をすること、市民も入れたたくさんの集会をやること、地元の課題運動に社民党が一緒にもっと取り組んで信頼関係をもっともっと強めていくこと、来年の参議院選挙に向けてそれぞれのブロックの特徴も生かしながら、でもこれだとそうですね、そんなに組織が強いとは思われてないところ、小選挙区に出ていないところ、ブロック比例だけでしか出してないところで 2% 近く出しているところがいくつも複数ありますから、これは全国どこからでも社民党とかける来年の選挙に向けて社民党の立て直しをしっかりやっていきます。それとやはり国民民主などが生活賃金上げる、懐を温かくするといった生活のところでやはり人々の心をこう掴んでいるというところも、社民党自身も税金の取り方と使い道を変える、介護保険の立て直しなども言ったわけですが、現役世代というか若い人たちにもっとどういう言葉を発して支持を広げていくかということにもっと工夫をしていきたいと思っています。それからもう一つやはり SNS 対策で、SNS の中でもっともっとマスメディア、皆さんたちのマスメディアを通じての頑張りももちろんですと同時に、やはり選挙は回数を追うごとに SNS の役割がとても大きくなっています。これは個人でも応援できるものですから、そして社民党としての SNS 対策、もっともっと発信を頑張っていきたいと思っています。今回とても厳しい結果でした。自公の過半数割れがあり、立憲、国
民など躍進をしたわけですが、社民党が躍進できなかったということは本当に悔しいし残念です。しかし今回投票してくださった一人一人の皆さん、それはやっぱり平和が大事だとか生活立て直してくれという声、それはしっかり受け止めましたので、組織の立て直しや運動の強化も含め社民党組織の強化と社民党の強化を図りながら、来年の参議院選挙で何としても 2% 以上、そして複数当選させることができるよう頑張っていきたいと思います。で、今回の衆議院選挙で言えば、やはり小選挙区でやはりもっと立てたかったと、立憲との選挙協力などもあり、取り下げたところもありますし、立てられなかったところもあるんですね。ですから小選挙区での候補者擁立をもっと頑張ることと、それから、比例ブロックだけでしか出ていない今回のところでも結構 2% 近く出ているところ、北信越は 1.9% ですから、小選挙区だけの問題ではないので、全てのブロックで支持率が上がる工夫を社民党として組織の強化、運動の強化とともにやってまいります。昨日衆議院選挙が終わり、衆議院選挙を踏まえての社民党としての、今日は記者会見です。一言で言えば、沖縄の荒垣邦男さんの必勝、これは沖縄の皆さんたちと本人の頑張りで本当にありがとうございます。ただ他のブロックで1議席それぞれで獲得できなかったことは本当に残念で悔しいです。しかしそれぞれ 2% 以上、あるいは 2% 近く一票一票票を積み上げてくださった皆さんの声にしっかり応え、公約の実現のために他党とも協力をしながら社民党信頼を強めてですね、頑張ってやっていきたいと考えています。以上です。はい、どうぞ。NHK でよろしいですか。はい、お疲れ様でした。野党の連携の関係で伺いたいんですが、はい、先ほど国会でむしろ右寄りになったとおっしゃいましたが、はい、そういった中でその立憲民主党以外ですと、どの野党と協力していきますか。そうですね、立憲民主党とは、いろんな連携をしているわけですが、一つは共産党であり令和は一緒にやっていき、もちろん政党ではないけれど、参議院には沖縄の風もありますし、そういう政党グループともっと力を合わせていきたいと考えています。もう一点ですね、特別国会の主犯指名選挙がありますけれども、はい、社民党としては、その1回目の投票と、決選投票があるんですけれども、どのように対応されますか。はい、それは今後社民党の中で、十分議論していきたいと考えています。ただ臨時国会の時に共同会派を組んでいることもあり、野田さんに1票を投じましたので、今後もちろん社民党の中でどうするかを議論をしてまいりますが、それに近い形になる可能性は強いと思います。野田さんに投票される。はい、また立憲からも申し入れがあるかもしれませんし、そのことも踏まえて検討してまいります。前回も立憲民主党からぜひ首班指名で野田さんに入れてくれという依頼がありましたので、これからまた、要請があるでしょうし、またそれを踏まえて社民党の中でも議論していきたいと考えています。他にありますか。今、はい、どうぞ。教育自身の厳しい結果となったということをおっしゃったんですけれども、なぜそうなったかということと、今後ご自身の身体に関してはそこは今後も特許されるということで言うかどうか、はい、はい、ごめんなさい、初めの方何ておっしゃった。なんですか、厳しい結果となったというふうにおっしゃったんです。厳しい結果となったと思ったんですけど、それの分析によりますと、どこがどういう読みになったかということですか。はい、ありがとうございます。それはまた社民党の中でもいろんな議論や総括をしていきますが、やっぱり組織の強化や若い人たちやいろんな人たちにもっと社民党の
力を外に広げていく努力をもっともっとしていかなければならないということを改めて痛感をしています。サポーターや協力党員の拡大などはもちろんやってるわけですが、もっと、SNS の時代に若い人や現役世代やそこに対する働きかけはもっと強化していかなければならないと思いますので、それは今後毎日日々強化をして、また話をして強化をしていきたいと考えています。はい、休止期限が取れなかったのがですね、非常に残念で悔しいわけですけれども、一つはやっぱり社民党の見える場がですね、この間なかなか果たすことができなかった。前回の日本記者クラブでの記者会見でも、記者会見というか討論会でも、7党に限定をされましてですね、そういう意味では翌日の新聞にはもう各7党の市長が大々的に、新聞紙で紹介されたわけですけれども、断るためにやっぱり同じ国政選挙でありながらどうしてもやっぱりマスコミに対する扱いがですね、カットされてしまってですね、7党で終わるみたいな、いうような傾向がやっぱりありますし、また国会議員が少ないということもありますので、国会の論戦もですね、なかなか伝わってこないということで、やはり党の見える化がですね、非常にこの2年間、厳しかったなという印象は持ってます。九州の比例に関しては、やはり我々大分とか宮崎でも選挙区で候補者を擁立するべく全国連合としてはかなり努力をしていたんですけれども、なかなかちょっとそこまでの擁立ができなかった。でこれは比例票を各局どういう出方をしているのかというのはもう少し分析してみないとわからないんですけれども、ちょっとそういう、ちょっと全国連合としての力不足、これは一人に選対委員長としての私の力不足ということになりますけれども、そこはどうしてもちょっと悔やまれるところかなというふうにはちょっと思っております。ただ沖縄に行くについてもですね、県議選とか宜野湾市長選の敗北がちょっと続いてましたので、我々も非常に大きな危機感を持って臨んだんですけれども、そこは本当にすごく挽回して、もらってですね、まさかゼロ一で当確というのはちょっと我々も想定はしておりませんでした。このことについては地元の本人に対するインタビューでもですね、マスコミさんの方から地方自治体選挙で苦しい選挙だったのに、なんでここまで頑張れたのかということに対する質問も出ておりましたけれども、やはり国政選挙と地方自治体選挙の違いというのも多少あるでしょうしですね、ちょっと私からちょっとすみません遅れてきて途中で話が繰り返しになっているのかもしれませんけれども、ちょっと私の印象だけご報告させていただきました。だから共同通信の方からおっしゃっていただいた、組織や運動量や、本来のその活動っていうこと、それからある程度党員をもっと増やすとか若返りとかいろんなことはあるんです。で今服部さんが言ったように党のもっと見える化にもっと頑張りたいと。ですから立憲と共同会を組んでいることでいいことももちろんあるんですが、もっともっと党の見える化、社民党というのはどういう政党で、共産党と令和と立憲などとどこが違って、どこを応援したらいいのか、何なのか、どこで頑張るのかっていうようなことをもっとシャープに、打ち出していくということをさらにやっていきたいというふうに考えています。党の見える化宣言です。はい、どうぞ。で、続投、選対に関しては今後も続投ということなんでしょうか。党首を今後続投のお考えですか。党首を続けるお考え方、続投かというか。はい、これは続投いたしました。はい、全国連合としては何らかのね、やっぱり責任の決めの取り方というのもあるかもしれませんので、それはやっぱり選対委員長としての私の責任だということになってくると思います。
しいですか。終わります。